皆さんこんにちは、編集のユーミンです。今日は隣の編集部からエイミーがやってきました。お邪魔します。ポルさん、なんかすごいのが来ました。よろしくお願いします。エイミーは隣の編集部で編集長をしてます。エイミーは普段どんな商品作ってますか？私はファッションのブランドのブックやディズニーとかキャラクターとかいろいろ担当しています。その中でも私の超力作な皆様にとってもおすすめしたいものを今回持ってきました。本当だ、いっちゃった。 iPad だ。今回はその中でも私のとっておきの本当のおすすめを持ってきたので皆様にご紹介したいと思います。そうですね、デニムのブランドリーのブックなんですけれども、これちょっと前に出したリュックのパターンで、これは本当にたくさんのお客様にご購入いただいて、街でね、これを見たらね、私はその人を追いかけたくなるくらいいつも嬉しいなと思って見てます。本当に皆さんありがとうございます。でこの時はリュックを作ったんですけど、やっぱりリュックがあるならばショルダーバッグも欲しいということで、今回待望のショルダーバッグをしかも2色で作りました。それがこちらとこちらの2色になります。で何が違うかと言いますと、まず滝沢カレン様が、滝沢カレンちゃんの表紙の方はタグが黒いバージョン、そして今泉ゆいちゃんのズーミンの表紙の方はタグが赤いバージョンの2色を展開しています。で商品はどんなものかというとこちらです。すごい、こんなショルダーバッグを作っております。このポイントはまずやっぱりタグで、リーといえばのリーのタグが真ん中にあって、こっちは黒なので男性とかも使いやすいかなと思います。でさらに横を向くとじゃん、清浄機のタグがついてます。これはなんで清浄機かというと、リーがアメリカのブランドということで、アメリカといえば清浄機ということについてるんですけど、おしゃれとしてもアクセントにもなってるかなと思います、このバッグなんですけど、収納がたくさんあるというのがポイントで、今から一つずつ皆さんにお見せしたいなと思います、まず一つ目はこのフロントのポケットです、シャッターを切ると例えばスマホとか定期とか、すぐ出したいものを皆さん入れていただくのに便利かなと思います。でさらにここが2層になっているので、表の前の方にある方を開けていただくと、もうガバッといろいろ入る感じになってるんですけど、そこにさらにメッシュのポケットがついてます、なのでここにはなんかリップとか、なんかなくしがちなあれこれを入れていただくといいかなと。でさらにこのピローンがついてて、このピローンは何かというと鍵を付けられるので、玄関で鍵がないないみたいなことが毎日の行事になってる方にも便利かなと思います、でさらに最後のメインのところを開けていただくと、もうここはガバッと大きいので何でも入ります。でさらにこのバッグには、じゃん、デニムのポーチもついてます。やっぱりリーといえばデニムということで、今回皆様にお届けするのにあたり、デニムをどうしてもつけたいと思ってポーチにしてお付けすることにしました、でもう一色実は赤がありまして、赤は何が違うかというと、このロゴも違っていて、ちょっとストリートな感じで可愛くなってます、でさらにですね、入っているポーチが実は違ってまして、じゃん、このピッコリ柄になってます、これも実はリーがその130周年の初めの頃からあったらしい伝統的な柄だそうです、なのでそういうストーリーも聞いて、でとっても今っぽいので、赤の方にこのひっこり柄を採用してみました、でさらにですね、このファスナーがちょっとちっちゃいと開けづらくてイライラしちゃうこともあるかなと思うんですけど、ロープハンドルがついているので、早い、こんなに早く
開けられるくらい開けやすくなってます。で、あとよく SNS とかで裏地がついてるかというところもですね、いただけるんですが、このように裏地がついてパイピングもしっかりしているので、この中身も使っていただきやすいかなと思います。で、さらにこんな見た目なので、本当にお子様から男性みんなに使っていただきたいと思っているので、ショルダーにもこだわりまして、アジャスターがついてます。最大で、118センチまで伸びるようになってますので、男性も安心して使っていただけるかなと思ってます。ユーミンさんは身長何センチですか？私は165センチです。はい、男性サイズということで。ちょっと、ちょっと見てください。結構もう長いですね。こんな感じで腰ぐらいに来るのでいい感じのサイズになりました。もっと背の高い男性が持っても、もうちょっと遠くに来るくらいかなと思いますので、安心して使っていただけるかなと思います。エイミーは身長何センチ？153ですけど。ちっちゃい。小さいですけど、アジャスターがあるので、程よくですね、調整することができます。ちなみに、すごい小さくするとこんな短くできちゃうので、多分子供とかお子様とかも持てると思いますし、153の私だったらまあこれくらいに調整すると今っぽい程よい長さで持っていただくことができるかなと思います。今日はなんでこのトルソーを持ってきたかというと、このリーのバッグが冬のお洋服にもすごく合うということをお伝えしたくて、服を実際に持ってきちゃいました。なるほど。これ全部私の普段の服です。お、私物を持ってきてくれたんですね。持ってきました。今こういうボアっぽい、コートとかすごい流行っているかなと思うんですけど、でさらにこういうヒヤッとしたスカートと合わせる方も多いんじゃないかなと思います。でこれだけでも、もちろん可愛いんですけど、ここにリーのこのバッグを刺すとどうなるかというと、はい、これが差し色になってさらに締めになって、ちょっと細く見えるんじゃないかなと思います、こういう風にちょっと短めに黒いバッグを持ってスタイルアップをされてる方とかも実は街を見ていただくといっぱいいるかなと思うので、このリーのバッグは冬も使えます。さらにスタイルアップにもなります、なのでそれを皆様にお伝えしたくて服ごと持ってきました。ぜひコーディネートの参考にしてみてください。リーショルダーバッグブックのブラックとレッドがお値段1850円で全国の本屋さんで発売中です。赤い、間違えた赤い表紙と黒い表紙、カレンちゃんとズーミンをぜひ本屋さんで探してみてください。初めての YouTube どうでしたか？いやー、なんかドキドキしちゃいました。でもこう自分がちゃん作ったものをこうやって皆様に自分の声で伝えられるっていうのはすごい嬉しい機会だし、もうこんな風に皆さんが買ってくれるとか、マジで見てこう持ってくださってるのを見ると本当に嬉しいので、持ってる人みんなに本当にありがとうございますって言いたくなるくらい分かる。本当に嬉しいので、こういう風に撮影できてよかったなって思います、本当私、ね、この前海外行ったんですけど、ハワイにね、これ持ってってくれる人がいたの。ハワイに、ハワイに、あなたのそのハワイにこの子出てってくれて、ありがとうって、ね、大事な横にね、そう、本当に皆さんの大切な思い出のそばに入れるって嬉しいなと思って、そんな商品が作れるのは幸せなことですよね、なのでこんなのがあったらいいなとか、知りたい、とってもね。もしなんかご意見あったらコメント欄に書いてください。全部読みます全部読んで本当できることはね、したいですので教えていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。土下座みたいな謝罪みたいな謝罪会見の今日もまるちゃんをご視聴いただきありがとうございます。もし気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をお願いします。